スービン・メータは、インド出身の指揮者。ボンベイのゾロ・アスター教徒の家庭に生まれる。ペルシア系の祖先を持つ。母語は、グジャラート語である。父メイリ・メータも指揮者であり、地元のボンベイ公共楽団の指揮者として活動した。1954年に、ウィーン国立音楽大学に留学し、指揮法の名教師として名高いハンス・スワロフスキーに、指揮を学ぶ。 1956年の夏には、クラウディオ・アバド、ダニエル・バレンボイムと共に、カルロ・ゼッキの指揮のクラスに参加した。以来、アバド、バレンボイムとは長きにわたる友人となった。1958年に、リバプールで行われた指揮者の国際コンクールで優勝し、一躍注目される。1959年には、ウィーン・フィル・ハーモニー還元楽団。 ベルリンフィルハーモニー還元楽団、イスラエルフィルハーモニー還元楽団を指揮してデビューし、大成功を収める。1961年から、モントリオール公共楽団の音楽監督、1962年から、ロサンゼルスフィルハーモニックの音楽監督に就任し、それぞれ1967年と1978年まで在任した。ロサンゼルス辞任後、 ニューヨークフィルハーモニックの音楽監督に就任し、1991年まで在任した。1985年にはフィレンツェ5月音楽祭還元楽団の主席指揮者に就任し、1996年には同歌劇場と日本公演を行った。2004年1月よりミュンヘンフィルハーモニー還元楽団名誉指揮者。2006年6月までミュンヘンの バイエルン州立歌劇場音楽総監督2006年10月にバレンシアに開館された芸術科学都市のソフィア王妃芸術宮殿にて毎年開催される地中海音楽祭の総裁を務め2008年から2009年にかけてラフラデルス・バウス演出ワーグナーのニーベルングの指輪を指揮する百六十五年にメトロポリタン歌劇場でベルディのアイーダ ザルツブルク音楽祭でモーツァルトの高級からの誘拐を指揮し大成功を収めた。各地での野外オペラや三大テノールといった大きなイベントをまとめ上げる手腕は高く評価されている。2007年ダンデービット賞、2008年第20回高松の宮殿下記念世界文化賞の音楽部門を受賞。これまで5度ウィーンフィルハーモニー還元楽団による新年恒例の ニューイヤーコンサートの式台に立った。ニューイヤーコンサート登場を5回は、ビリー・ボスコフスキー、クレメンス・クラウス、ドリン・マゼールに次ぐ、第4位の多さであり、年代わり制となってから登場した指揮者としては、最多である。ウィーン・フィルとの関係は深く、1997年に、ウィーン国立歌劇場名誉会員となり、2001年に、ウィーン・フィルの名誉団員、2007年に、 ウィーン楽友協会名誉会員となった。ウィーンフィルへの初登場は1962年のザルツブルク音楽祭である。イスラエルフィルハーモニー還元楽団では、1968年より音楽顧問、1977年より音楽監督、1981年より終身音楽監督に就任している。1991年に湾岸戦争が起きたとき、 ニューヨークフィルトの日程をすべてキャンセルして現地に飛び、連日イスラエルフィルト、無料演奏会を行った。リハーサルなしで、多くの公共曲を日替わりで演奏し、人々を鼓舞したという。なお、最後の曲目は、グスタフ・マーラーの公共曲、第2番、復活だった。自身は、ユダヤ人ではないが、熱烈な親ユダヤ、親イスラエル主義者として知られる。 イスラエルフィルハーモニー管弦楽団での長年の貢献により1991年にイスラエル賞特別賞を受賞した。2019年10月をもって音楽監督を退任する意向を自身の公式サイトにて発表した。1969年以来、たびたび来日している。今月のフィレンツェ歌劇場日本公演を無念にも途中で切り上げなければならなくなって以来、 この偉大な国、日本を襲った未曾有の悲劇の後に何かこの国の素晴らしい人々を助けられることがないかと考えておりました。この度、厳しい苦境に立たされている多くの人々を勇気づける機会を与えてくださった NHK 交響楽団、東京、春、音楽祭、そしてサントリーホールの皆さん、それにフィレンツェ歌劇場日本公演を主催した NBS にも、 感謝したいと思います。2011年3月27日ズービン、メータテッカ、CBS ソニー、ワーナーなどで録音を残している。ウィーンフィルと録音した、マーラーの復活や、ロサンジェルスフィルハーモニックと録音した、リヒャルト・シュトラウスの歓元楽曲、ストラビンスキーの春の祭典は評価が高い。オペラ作品の録音も多い。最初の妻は、カーメン・ラスキー。 現在の妻は女優のナンシー小ク。ありがとうございます。